カッターヘッドとは、現代のトンネル工事において、使用される掘削機の回転する切断ホイール部。掘削機は通常これに続く、メインベアリング、スラストシステム、およびトレーリングサポートメカニズムで構成されているが、使用される機械の種類は、プロジェクトの特定の地質、存在する地下水の量、およびその他の要因によって異なる。 シールドマシンの場合のカッターヘッド構造はスポーク型、メイン板型の2種類に対別することができる。カッターを横から見た時の形状の種類はフラットセミドームドームの3種類がある。カッターヘッドの指示方式はセンターシャフト指示方式、中間指示方式、外周指示方式の3方式がある。TBM の背面にある指示構造。この機械は ネバダ州のユッカマウンテン核廃棄物貯蔵所のメイントンネルの掘削に使用されました。TBM を所定の位置に保持する油圧弱気点岩ではトンネル工事ではシールドタイプまたはオープンタイプの TBM が使用できるがハードロックでの TBM はカッターヘッドにディスクカッターを取り付けて岩を掘削する。ディスクカッターは岩に圧縮応力による亀裂を生じさせ 岩石をトンネル面から削り取る。掘作された岩石はカッターヘッドの開口部を介してベルトコンベヤーに送られ、そこで機械を通りトンネルからの除去のためにコンベヤーシステム、またはデータン車のシステムに送られる。オープンタイプの TBM にはシールドがなく、カッターヘッドの後ろの領域はロックサポート用に開いたままで前進するために機械は トンネルの壁を押すグリッパーシステムを利用。ビルトマシンのように、グリッパーシューズが壁を押している間、すべてのマシンが継続的にステアリングできるわけではない。次に、機械はグリッパーを押し出し、ストロークの終わりに、機械の後ろ足が下がりグリッパーと推進シリンダーが交代。推進シリンダーの収縮により、次のボーリングサイクルのためにグリッパーセンブリの位置が変更され、 クリッパーが伸び、後ろ足が持ち上げられ、退屈が再開される。オープンタイプ、または、メインビーム、TBM は、他の機械の後ろにコンクリートセグメントを設置せず、代わりにリングビーム、ロックボルト、ショットクリート、スチールストラップ、リングスチール、ワイヤーメッシュなどの地上支持方法を使用して、岩を支えてゆく。ジューリヒエリコン駅近くのバインベル。 トンネルある都市鉄典中リヒエリコンのサイトにあるトンネル掘削機米国入りのイシュ臭シカゴの84インチ下水道の都市設備軟弱地盤には主に3つのタイプの TBM がありアースプレッシャーバランスマシンスラリーシールドおよびオープンフェイスタイプで両方のタイプのクローズドマシンはシングルシールド TBM のように動作しスラストシ,シリンダーを使用してコンクリートセグメントを押して前進させる ドアバランスマシンは圧力が7バー未満の軟弱地盤で使用されるが、カッターヘッドはディスクカッターのみを使用するのではなく、タングステンカーバイドカッティングビット、カーバイドディスクカッター、ドラッグピック、ハードロックディスクカッターの組み合わせで使用。エップ部は掘削面の圧力をバランスさせるために掘削された材料を使用するためであり、アルキメデスのネジによる 腐敗の抽出速度と前進速度を制御することにより、カッターヘッド内の圧力が維持され、ベントナイト、ポリマー、フォームなどの添加物を顔の前に注入して、地面の安定性を高めることができる仕組み。また添加剤を、カッターヘッド、抽出スクリューに注入して、腐敗物が十分に粘着性を保ち、アルキメデススクリューにプラグを形成して、カッターヘッド内の圧力を維持し、 流れる水を制限することができる。非常に高い水圧の軟弱地盤、またはアルキメデスのネジでプラグを形成できないほど地面の状態が細かい場合、スラリーシールド TBM が必要で、その際、カッターヘッドには屈作面に静水圧を加える加圧スラリーが充填されていく。スラリーは屈作材料と混合することにより輸送媒体としても機能し、その後、 通常はトンネルの外側にあるカッター分離ヘッドからスラリー分離プラントに送り返される。スラリー分離プラントは多段階ろ過システムであり、建設プロセスで再利用できるようにスラリーから腐敗の粒子を除去。スラリーを洗浄できる限界は掘作された材料の粒子サイズによって異なるため、スラリー TBM はシルトや粘土には適していない。これは スポイルの粒子サイズがスラリーの元となるベントナイト粘土の粒子サイズよりも小さいためでこの場合スラリーは水に分離され水はリサイクルでき汚染された粘土ケーキは水から押し出されることになる軟弱地盤のオープンフェイス TBM は掘削された地盤の表面が短期間支えられずに立ち上がるという事実に依存しておりこれにより最大十10波程度の強度を持ち 水の流入が少ない岩石タイプでの使用に適している。この方法で10メートルを超える顔のサイズを発掘できるが、シールドの端から150ミリメートル以内までバックアクターアームの他にカッターヘッドを使用して掘削されるのである。シールドは前方にジャッキされ、シールドの前面にあるカッターが残りの地面を同じ円形にカット。地上指示はプレキャストコンクリート、 または場合によっては SGI の使用によって提供されるがこのセグメントは完全な支持リングが組み立てられるまでボルト締めまたは支持される。そしてキーと呼ばれる最後のセグメントはくさび型であり TBM シールドのカッターによって残された地面の円形カットに対して硬くなるまでリングを拡張。このタイプの TBM には多くのバリエーションが存在する。TBM を使用すると 高圧化の多数の作業員の必要性が軽減されるが、スラリーシールド TBM のカッターヘッドには、計算システムで形成されることもあるため検査、保守、修理のためにこのスペースに入る労働者は、潜水に適したとして医学的に承認され、操作の訓練を受ける必要がある。ありがとうございます。